皆さんこんにちは。この度アニメ、ジビエイトで吉永博士役という、キャラクターをやらせていただきます池田修一です。このジビエイトという作品は日本のトップクリエイターたちが集結して、もう国内だけではなく世界に向けて、日本の文化として発信するということで、そういう作品に僕も参加できるということは、ね、とても光栄に思っております。今回演じさせていただきます、吉永博士というのは文字通り博士なんで、ジビエイトというなんかその病気を治すためのワクチンの研究をするために、主人公の潜水たちと、行動を共にしていくんですが、この作品の世界観の中で、まあ、僕は僕なりに、その吉永博士というキャラクターを魅力的に演じることができればと思っております。僕自身このジビエイトがこの先どのような作品になっていくのか、まあ、とっても楽しみにしているんですが、皆さんにも喜んでいただけるように、スタッフキャスト一丸となって、頑張っていい作品にしたいと思っています。アニメジビエイトは2020年夏公開予定ですので、どうぞ皆さん楽しみにしていてください。